文献紹介を始めます。今日の文献は、Reducing the Impact of Data Sparsity in Statistical Machine Translation で、SST8 っていう8 Workshop on Syntax, Semantics and Structure in Statistical Translation というところからです。で、概要なんですけども、翻訳に関する、データスパーセンスの話で、携帯論情報が、リッチモフォロジーな言語の翻訳には、そのデータスパーセンスを解消するために大量のコーパスが必要と言われています。で、しかしながら大抵そういう言語はあまりリソースがないので、大規模コーパスに、変わるような方法っていうのを考える必要があると言ってます。で、それで、彼らは、フレーズベースの、統計翻訳においてリカーレントニューラルネットワークベースの言語モデルを、使ったっていうことと、もう一つはワードネットで内容語のスパースさの軽減に取り組んだっていう二つのことをやってます。で、それで、SMT の性能の向上ということを述べています。で、まず初めにですけども、統計翻訳のモデルの良さっていうのは、基本的にコーパスのサイズに依存すると彼らは述べてます。で、それは、統計翻訳の言語モデルであったり、ディストーションモデルであったりします。で、同じコーパスの規模で性能を向上させるためには、今回彼らは先ほどのその、RLN、リカレントニューラルネットワークベースの言語モデルで、フレーズベース統計翻訳の出力をリランキングすることで性能の向上を試みます。で、もう一つは、先ほどのワードネットですが、これはワードネットの新セット ID を使って、現言語側を新セット ID で一般化して、出力言語側にアウトオブボキャブラリーが、出なくなるようにして訳出の問題の改善を試みています。で、関連研究ですけども、機械翻訳における、リランキングは、翻訳がでのデコーダーが出した、N ベストの回のうちのスコアをもう一度つけるというものです。で、これは、一般的にはそのフレーズベースの翻訳は、文法とか品種とかをあまり考慮してないので、それを、出力結果の N ベストからそれらしいものを選ぶというふうなものです。で、いろいろな研究者によって、リランキングの研究が進められています。で、そんな中、彼らは言語モデルに着目して、ミコロフラとかが、RNN の、言語モデルによって音声認識の精度を向上させたっていうのがあって、そこからヒントをもらって、MT の出力も、ニューラルネットを使った言語モデルで、良くしようということです。で、これを使うもう一つの理由っていうのが、機械翻訳へ、別の研究者が、フレーズのカバレッジを上げるために、何らかの知識を、統合して強化したという研究があります。で、まずベースラインです。英語とヒンディー語のコーパスを準備しています。で、言語モデル作成のためのコーパスは、WMT14 で提供されたものを使っているそうです。で、フレーズベースの統計翻訳は、よくあるモーゼ、ギザプラスプラス、SRILM を使っています。で、ここで、ベースラインをもう少し精度を上げるために、英語側の語順の並び替えを行っています。彼らは英語とヒンディー語の間で翻訳を行っています。で、それで、ヒンディー語が、SOV 型で、なので英語をそれに合わせています。で、そのために、スタンフォードパーサーを用いて英語側を解析します。で、それを、ある規則に基づいて、並び替えているそうです。で、これによって、入力、The girl in blue shirts is my sister っていうのが、どうやらヒンディー語に似た語順に並び替わるそうです。In blue shirts, the girl is my sister。で、これで、まずベースラインのブルーが 20.04 から 21.84 に上がっています。で、ここからリランキングです。関連研究に倣って、
リカーレントニューラルネットワークモデルの言語モデルの組成を選択しています。でここで彼らは、原型品詞、まあ、あと数値かどうかっていう風な組成を与えています。で、これはヒンディー語ウィキペディアの50万文を用いて学習を行っています。でこれこの言語モデルを使って、フレーズベース機械翻訳の N ベストをリランキングします。で、結果ですが、一番上が、まあ、オラクルスコアで、フレーズベース翻訳で、まあ、100個の回のうち、一番答えと似ているもの、まあ、コサイン類似を取ってきて、それを出してます。で、下が、あ、これがベースラインで、でこれがまあ品詞を足したもの、そのままの RN、言語モデルで、レマを足したもので全てを足したものになってます。で、まあ、これが、まあ、その、N ベストがまあ100、200、300、400、500と上がっていくに従って、まあ、もちろんいい回も含まれてるんですけども、まあ、その中で、全ての組成をまあ使った時っていうのが、まあ、いいスコアが得られたというふうに言っています。次は、ワードネットを用いて、まあ、アウト・オブ・ボキャブラリーの軽減をに取り組んだというものです。で、まあ、発想はシンプルで、現言語側、まあ、英語とヒンディー語の翻訳で、現言語の英語に対して、英語のワードネットを使って、内容語を新セット ID に置換します。で、置換するためには、まあ、語義の選定が必要で、語義の選定は、まあ、過去の研究を参考にしているそうです。でここで、固有表現は対象外としています。まあ多分そもそもワードネットにないっていうことと、まあ、あと同義語を持たないと、まあ、彼らは考えているようです。で語義の選定です。まあ詳しいことは書いてなかったのでちょっとあまりよく分からなかったのですが、まあ、単一はなんかワードネットの中で、まあ、ある、英語の単語を与えてそれと同じ品詞の単語が所属する新セットを取ってくるそうです。でそれが、まあ、さらになんか新セットの ID 順で一番最初のものを取ってくるそうです。でよくわからないんですが、なんか新セットの ID の出現順っていうのはなんか経験的に、まあ、よく出やすいものが最初の方の ID になっているそうで、まあ、なんかそれを使ったそうです。で結合の方はちょっとどうやって結合しているのかよくわからなかったのですが、まあ、彼らのイメージで言うとトラベルと、まあ、ゴーっていう風な語義があった時に、それが、まあ、なんかどうやら共通の親みたいなのを持ってるらしくて、まあ、それをうまくこの共通の部分で一般化するっていう風な処理を行っているようです。で、まあ、この新セットID を使うモデルっていうのを、機械翻訳の、なんていうんですかね、まあ、なんかこのメニーっていうフレームワークがあって、まあ、いろいろそのワンベストのアウトプットが入ってきて、でそれをまあ結合して、ラティスを組んで、まあ、デコーダーがあって出力するっていうふうに、まあ、この入力の部分でそのいろんなシステムを使うっていうふうな、ものを使います。で実験を行った結果、まあ、ベースラインは、これで、まあ、アウトボキャブラリーの数がこれでブルーチ、ミターになります。で、まあ、まず、アウトボキャブラリーですけども、ベースラインだと253単語あります。で、まあ、これが、英語側で新セット ID を使うとOV の数が減ってます。でさらに、これを先ほどの、機械翻訳の結果をミックスしてうまくリランキングするっていうものを使うと、もう少し数が減っていることが分かります。で、まあ、ただ、ブルーチは、ベースラインが最も良くて他のものは下がってます。でこれに関しては、まあ、新セット化しているので、例えば、まあ、現言語の方で、まあ、その Go とか、まあ、Going とか Goes とかいろいろあるんですけども、まあ、その情報を落としているので、
まあ、単純な部類評価ではそういうふうな活用の情報みたいなものが落ちて悪くなってると、考えています。で、もう少し、アウト・オブ・ボキャブラリーについて、詳しく調査をしてます。で、まあ、こっちはこの一番左のカテゴリーです。で、真ん中が、英語側に新設 ID を使ったもので、これを混ぜたものになってます。で、まあ、そもそもその固有表現は対象外にしてたので、まあ、数はほぼ変わってません。で、まあ、その下なんですけども、まあ、動詞とか、名詞とかに関しては、まあ、順調にというか、まあ、ちゃんと、アウト・オブ・ボキャブラリーが減ってるということが確認できています。以上で終わります。